ルペシッサのヨハネスは14世紀フランス王国の神学者、予言者、錬金術師である。数多くの予言に満ちた書物を書いた罪で14世紀半ばに獄死した。ルペシッサの文書の図版ルペシッサのヨハネスのクインタ・エッセンチアについてデコンシダラテオーネ・クインティ・エッセンチアへは14世紀の前半に執筆されたがクインタ・エッセンチアあるいは 第五精髄の考えを前面に押し出した最初の錬金術の書である。金属の編成にはほとんど関心を払っていないところから雑巾を目的とする狭い意味での錬金術の書と受け取るのは不適当かもしれないが明らかに医学的錬金術の伝統の中に位置していたのである。本書を本体とし前書きと後書きとなる部分を付け加えてライムンデュスルルスの名を冠した。 自然の秘密について、あるいは、第五精髄について、デシークレティスな辛い細部でクインタエッセンチアという書物が、その後すぐに成立する。ルルスに返される一連の錬金術の偽書群は、これに大きく一挙して書かれたので、クインタエッセンチアの概念は、ルルスの錬金術の大きな特徴となっていった。こうして、この概念は、知名度の低いヨハネスよりは、かの有名な、 ルルスの名のもとにルフされることになった。ルネサンス期なると、ヨハネスの書はフランス語訳され、1549年に、リヨンで、すべての事物のクインターエッセンチアの特性と公用と題して出版され、さらに広くルフすることになった。ありがとうございます。